おりゃ、シアルブラザーズ、うん、サタンの部屋。よう、今日の夜会は月究極リクソンにサムライキラーの EL と L のバカみてえなサムライキラー軍団で挑んでいくぜ。まずはこんな感じでここ倒せるからね。おっしゃ、戻った。で、まあこいつらのいいとこはレーザーとかすげえあるんだけど、レーザー張りがあってよ。で、雑魚処理があんまできねえけどよ、こんなダメージ、ほらやべえだろ。こんな感じでよ、まあ、雑魚処理できねえ分ボスはすげえ早く倒せるから、それで攻めていこうっていうパーティーだ。まあ別に艦隊で行かなくてもよ、その自分の持ってるモンスターだけで行くっていうのはいいと思うぜ。よし、でひよこになったとしても攻撃力が3分の1になった後にキラーが乗るから、全然そんな変わらねえんだぜ。おっと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 、どうつか、あだだだ、オッケー。まあ雑魚処理はゴエモンとかのフレアに任せて、あとはこんな感じでダメージを与えていくだけでいいんじゃねえのか。あぶねえ、あぶねえ、そういえばひよこになるんじゃねえかこれ。おっと、なかなか難しいじゃねえか。うん、ちょっと、まず、ちょっと、全然道がねえ。わかった。おいおい、お前何しに行ったんだ、このビオランテが。で、このビオランテはよ、俺がたびたび結構動画で取り上げてんだよな。いつか使える日が来ると信じて、このビオランテをすげえ可愛がってんだがよ、未だにいいとこがねえんだ。おりゃ、いいだろう、ちょっとぐだってっけどよ。おいおい、なかなか手強いじゃん。うわぶ、何発持ってくんのかこいつはよ。おれ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 、で、お前はそう、ビオランテも何回か動画作ってんだが、全部いまいちだったからよ、今回こそ活躍してくれると信じてるぜ。さあ、SS 買っていこうぜ。おらおらおら、おいおい。で、こいつは撤退するかよ。あれ、ボスいたのって感じだろ。クソ早いぜ。うわ、どうしようか。こんな感じで、撃ってはまると。よっしゃ、完璧すぎだぜ。おっしゃ。同じようにできるか。これ全部偶数だからよ。終わった、やったぜ。よっしゃ、ボス戦やっていこうぜ。さあ、ボスから早速倒すぜ。どこだどこだどこだ、おめえか。これだったらよ、下の方行った方がいいな。行ってこい。おっしゃ、決まった。おめえは SS 使ってやっ、いや、上に行こうぜ。これやボスを倒す。あ、ちょっとなかなかボスまでたどり着けねえ。まあいいや、全然大丈夫だ。で、次は石川さんでやっていきますか。よし、雑魚にもダメージ与えて完璧じゃねえか。どうして何言ってんだあいつは。で、右、おっと、次は右のこれがちょっと痛えよな、さすがに。よし、オッケー。まあ正直よ、友情は意味ねえから、記憶になっても全然関係ねえんだけどな。ボスにはまるときだけ治りゃいいからよ。おっと、なかなかきっちいショットだぜ。よし、オッケー。残ってんじゃねえか。石川さんでいくぜ。完璧だぜ。次は上の
これ乗って下降りてよ。うわっ、ちゃっちゃ、おらおら、戻って。いや、惜しいことしたぜ。今のはダイナメージ見込めたのによ。いや待て、焦んな。こう言ったべきだ、こう言ったべきだ、じゃねえ。どうぞ、耐えろ。頼んだぜ。おお、マジかよ。最後の SS 使えんのよ。最後をビオランテに頼むぜ。そのためによ、ここは突破していいけど突破無理だったぜ。仕方ねえ、あの 2P の姉ちゃんに頼むか。さ、おっと、頼んだぜ。おめえに全てをよ。いや、これはまずいな。おっ、止まった。いや、いいぜ、ビオランテがいる。こいつも。ここのゴエモンズ、さらに。じゃあ任せようじゃねえか。最後は適当に打たせてもらおうぜ。適当すぎじゃねえか。耐えろ。よっと、待って、そこにひよこ床あったのかよ。いや、まずい、こりゃまずいぜ。あぶねえな。つうわけだ。どうだ、このパーティーは。ビオランテの活躍が。
今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。そんじゃあ次の夜会で待ってるぜ。あわよ。